珠玉のエロ話、オモエロセピアエロ話コーナー、エロ話スイー、俺で抜くなよ。ということで、いつもよく考えたらね、下座の人いっぱいしてるんですけどもね、エロ話と歌って企画を募集したのあんまないですからね、いっぱいいただいたんですけどもね、エロサミット、うちで行われまして、で、いろいろこう自分のね、古いエロメモリーみたいなのいっぱい引っ張り出してたんですけども、一番最初はね、あれなんですよ、ゲストとかを入れて話そうっていう話もあったんですけども、あまりハガキいいですから、すっこんでろと、若手芸人とかそういう奴らもすっこんでろと、エロ話のハガキをきちんと読むコーナーにしようということで、ただね、うちの、僕らはね、ダメ人間だけれども、変態ではないわけですよ。ね。それに、普通の健全に、エロ妄想とかもあるんですけれども、単にモテてないだけですよね。ね。てか、硬派だからっていうことですよ、僕らは。でもね、一人だけいましたわ。ド変態が。みんなでね、じゃあとりあえず、いろいろキーワードを探していこうや、思い出を出してくるのにっていう話をして、今までの、変わった、ね、エロをする時の、起爆剤。起爆剤は何だって話してて、で、みんなで変わったっつってもな、みたいな話してたら、厚生の渡辺くんが自信満々に、現金っていうのは別に普通ですよねって話をしてたんですよ。現金って何って言ったら、要するにお札だって言うんですよ。ね。雪地でってことじゃないですか、こっちにしてみれば。意味わかんねえよ。雪地にはセクシーアピール全然ないじゃないですか、あそこのところには。なんだろうと思ったら、びっくりしましたよ。風俗雑誌あるじゃないですか。いろんな風俗情報誌とかをまず買ってくるんですって。で、それでいいじゃん、おかずはと思うんですけども。それだけじゃなくて、風俗情報誌のところに全部で3万円かかりますって書いてあったら、その3万円を風俗情報誌の横にこうやって置いて、俺はいつでも行けるんだって思ってからだと頑張れるらしいんですよ。こんなド変態と一緒にはもう仕事はできないっていう話になって、もうダメだなって、こういう変態と俺は今まで仕事をしてたのかって思ったら、すっごいね、嫌な気持ちになりましたよね。その点ね、僕なんかのね、そういう、なんていうの、話に関しては、そんな、なんのなくてですね、モアイ。モアイですよね。話すわけなんですけど、中学校の時に、僕、自分の部屋に、高校ぐらいの時から自分の部屋にビデオが来たんですよ。結構早いんですよ。でいて、そこでこう、エロいビデオをね、エロいけれども、成人向けではないですよ。これ、法律違反ですか、こんなことは。ね。そういうビデオをこう見てるわけですよ。そうするとね、うちの母親とかが来るんですよ、なんか。我が子の顔が見たくて。ね。ほんで、僕の家は廊下の突き当たりみたいなところにあるんですけれども、なんか急にトタトタトタって上がってきますから、これをどうにかすることは心臓に悪いということで、どうにかしなきゃと思ってたら、ある日兄貴が読んでた模型と工作みたいな結構硬い雑誌。なんか当時で言うと、ラジオを自分で作ったりとか、それからあとなんか、モーターとか木の板とかを買ってきて、自分でこうなんかこう動く模型を作ったりする人向けの雑誌の通販みたいなコーナーのところに、センサーつって、もう未だになんでモアイなのかわかんないんだけども、モアイが2体書いてあって、で、片方のモアイを廊下とかに置くわけ。それで有線で繋いであるもう片方のモアイが繋がってるわけ。で、片方のモアイの前を人が通ると、もう片方のモアイの目がピカーって光るっていうやつが出てて、多分ね、どう考えてもそういう用途だと思うんだ。だって、泥棒センサーだったらモアイじゃなくていいから、子供に対して売ろうとしてる匂いがするじゃないですか。で、まあそれをね、購入しましてね。それで、モアイを作ったんですよ。それでいつもその自分のその廊下の有線の届くギリギリのところにこのモアイを置いて、それでテレビのビデオの画面の上のところにモアイを置いて、それでこう、ビデオのスイッチを入れるわけですよ。で、そして、こう、
まあ、その何、何あの、開始する、プリボールなんつってね、平子主人が、俺の平子主人が、プリボールって言って、そうやってて、ね、たまにこう、モアイがピカピカーって光るんですよ、目が。モアイの目がフラッシュするんですよ、ピカピカーって、やばいってさ、モアイサンキューってこう、消したりするわけですよ。そうすると、お袋が出てきて、あのさじゃねえよ、俺やらみたいな。お前は本当によみたいな感じの、切れ方をして、お袋を押し戻してから、またもう一回ビデオを見続けるっていう、そういう暮らしをしてた頃があるんですけど、なんかでもね、一つね、分かったことは、モアイのその線が短いことと、あともうよくよく考えたら廊下に一体モアイが置いてあることが不自然すぎるっていうことを含めて、なんでお前の部屋にあるのはわかるけど、廊下にモアイがある意味がよくわかんねえだろうっていうことが出てきて、なったのと、あとなんかこう、僕のその、多少作るキットみたいになってたんですよ。作り具合が悪かったのかなんかで、モアイが、動かなくなっちゃったんですよ、最終的に。で、動かなくなったんだけど、もう直さないで、まあ、一応、廊下の前は撤収になったんだけれども、壊れたもものモアイを、テレビの上に置いとかないと落ち着かなくなってたんですよ、僕は。もう。だから、もうモアイ自体は単なるモアイなんだけれども、エロビデオをやる、見るときには、エロビデオを秘密の戸棚から出して入れた後に、そこに一緒にモアイが入ってたから、モアイ出して上立ててから、もうモアイは何にも、なんだろう、本当の意味での、無的なモアイの力しか俺には働きかけてないわけよ。テクノロジー、模型と科学でいうとこのモアイパワーは俺には来てないわけ。なんだけど、モアイがないと、なんかもう、頑張り度合いも全然薄いみたいな状況で、こういうのが正常な人間ですよ。こういうのがあるある大事典ですよ、いわゆる。もうみんな聞いて、俺もモアイがさ、って、みんなが言ってることなんですよね、それがね。現金とモアイ、さあ、どっち？ね。今そういう意味でね。おそらくモアイだと思いますよ。あのモアイ、すっげえ一生懸命、なんか通販では買わなかったんだよ。なんか、そのモアイが売ってる店をすっごい探して、どっかで買ったんだよなぁ。俺今すげえモアイがあったら、なんかあの頃のパワーが戻ってくるような気がすごいするから、俺スイースター島とか行っても絶対違うこと考えそうだ。イースター島のホテルで有料ビデオとか見たら俺、すげえ守られてる感じして頑張れる可能性でいるわ、俺なんか今。モアイパワーで。いやまあね、そんなですよね。みんなね、そういうの一個ずつ持ってますよね。キラダトールさん、キラダトールさんなんですけど、キラダトールさんもいい味のを出しててですね、なんか友達みんなと温泉に行ったそうなんですわ。で、温泉に行って、そんなに昔のことじゃないんですよ。割と最近。温泉に行って、で、脱衣場でこう着替えてたら、脱衣場に普通のコインロッカーみたいな感じの蓋付けのロッカーがあって、そのうちの一個を開けたら、その奥に、穴が開いてて、その向こうが女性の脱衣場なんだって。それで、これはなんか盗撮とかそういうののために開いてるものなんじゃないかっていうことで、桐畑さんはそのミラクルトンネルをね、ミラクルトンネルに対して、まあ、ドリームトンネルに対して、本館が調べなきゃいけないんじゃないだろうかっていう気がしたらしいんですよ。それで、まあ、全部で、まあ、4、5段のロッカーの下から2番目ぐらいのロッカーなんですけど、そこにこう、すっぱだかのままこう頭を入れてみたら、ああ、犯罪の匂いがすると、これは。これ向こうが丸見えじゃないかと、これは。どうし、これは、本館としては、おとり捜査に切り替えた方がいいんじゃないかっていうことになって、どれぐらいの、証拠をつかまなきゃならないからって、しばらくこうやってたんだけど、そこ変な体勢ずっと入ってるから、体が痛くなってきたんで、抜こうと思ったら、抜けないんだって、顔が、ロッカーの中から、肛門を丸見せにして、したまま、丸見せにしたまま、変な入り方しちゃったらしくて、抜けないんだって、その頭が。うまく抜けなくて、でもその間に、後ろを、つなう普通の男湯の方のお客さんが、女湯は全然人来ないんだけど、男湯の方のお客さんが通る感じとかわかるし、一緒に友達が来た人来た人とか言うから、言うたびに桐畑くんは、あれ、これ財布、ここ入れといたはずだけどな、みたいな、そのロッカーの中を延々と見てる人一枚を、これ財布ここ入ってこないな、おかしいな、って言って、向こうが行くたびに行くまでずっと、
かしいなこれってずっと言ってることを延々と続けてて、その行っちゃうために自分の頭の中で入ったものは抜けるはずみたいな話をずっとしながら抜いたっていう、多分その映像が見たいですよね、もうすでにね。肛門丸見せですからね、丸見せでやってましたからね、でもちろんこの程度の話ではその収まらないような、あれ皆さんもこれ誘発されて出てくる可能性ありますけれども、そんな、おもろエロセピアエロをですね今日ちょっと発表していきたいと思います。今から10年ほど前の出来事です。当時僕は友人の T 君から借りたお注射しましょうという色ビデオの虜でした。何度も T から催促を受けてもなんだかんだ言い訳を続けて延滞し続けるほどに好きだったのですが、さすがに1ヶ月以上が経ち怒った T が来週返さなかったらぶっ殺すぐらいのことを言ってきたので、その週は僕の中でさようなら看護婦さんウィークとなりました。夜今日も今日とて自分の部屋にこもりお注射しましょうを見ようとズボンを下ろし再生ボタンを今まさに押そうかと思ったところに僕の部屋のドアを叩く音がしました。ものすごく焦って停止ボタンを押しつつズボンを履くとドアを叩いていたのはお袋でした。そこはパンツ姿で股間を膨らませたままプライバシー論をぶちかますお得意の内弁慶を発揮してやり過ごしたのですが、落ち着きを取り戻すと不思議なことに気づいたのです。止めたはずのビデオが動いてるにもかかわらず画面にはスポーツニュースが映っている。これはどうしたことなのか。ふと見るとビデオデッキの液晶画面に白い三角と赤い丸のボタンがマークが光っています。そうです、僕はストップボタンを押すつもりが焦って録画ボタンを押していたのです。慌てて停止ボタンを押した時には後の祭りで、ビデオにはしっかり巨人の大型ルーキー松井秀喜がその日に打ったプロ入り第1号ホームランが上書きされていました。10年前、ちょうど10年前だね。松井1994年ぐらいだと思うんで、10年ぐらいだね。しかも昨晩僕が一人でホームランを打ったところでビデオが止まっていたために、看護婦さんが患者さんと盛り上がり一番いいところにいきなり松井のホームランという最悪の状態のビデオが出来上がりました。どうやって T に謝ろうか悩みに悩んだ結果、僕は知らなかったふりをして返すという選択肢を取ることにしました。次の日何食わぬ顔をして T にビデオを返しましたが、家に帰ってからもドキドキは止まりませんでした。そろそろ T がビデオを見ている頃だから怒って電話がかかってくるはずなんて考えていると一睡もできませんでした。ところが翌日学校に行くと T は全く怒っていない。一週間経っても何も言わない。ああ、俺はお注射しましょうがものすごく好きだったけど、色ビデオをたくさん持っている T のこと、 T にとってはどうでもない一本だったんだ、だから見なかったんだと安心していると、クラスのエッチが変なことを言いました。お前松井で抜いてんじゃねえ。僕が頭からハテナを出していると、 H と仲がいい E も来て、松井で抜くなよと言いました。そしてそこに合流した T も同じことを言いました。お注射しましょうは T の家の引き出しに眠っていたのではなく、クラスの男子の間を回っていたのです。一番の抜きどころに僕ディレクターが松井のホームランシーンを編集で入れ込んだ話を含めて、僕のあだ名は松井になりました。僕は野球をやっていたのですが、高校に入ってからも同じ中学校の出身者によってこのあだ名は浸透し、右の小型の2番バッターだったにもかかわらず、ずーっとゴジラ松井と呼ばれていました。後輩からこのニックネームのルーツを知られるのが嫌で、ホームランバッターに転向しようと努力もしましたが、体力的にダメでした。今ゴジラ松井特集とかで、あの1号ホームランのシーンは何度もテレビで見かけますが、見るたびに変な気持ちになります。
いいものいただきましたね。ビデオ屋さんのビデオはちゃんと爪が折ってあるとか、爪がちゃんとこう、折られてるカセットに入ってますけど、友達に借りたこう、ダビングものとかっていうのは折られてませんから、こういうのはすごいありますよね。僕ね、もういい大人になってからですね、エッチなビデオを一本知り合いにダビングしてもらって、で、それがすごい結構お気に入りのビデオだったんですけど、なんかの時にパッて押したら、ちょうどその日がなんか、舞の海の発想飛びって覚えてる？舞の海が、なんかこう相手の、あけぼろだって入って、なんか巨漢力士とこう、あれやって、相手に残ったって言った瞬間に、パッて舞の海が、その仕切りで当たる寸前に飛び箱飛ぶみたいに、こう、斜めに飛んで、後ろに回って倒したっていう日なんだ。で、それが、夜の大相撲ダイジェストだったかなんかの時で、前の海、もう一回 VTR で見てみましょう、みたいな、こう、その力士の上を前の海がスロービデオで飛んでるところっていうのが、本当にエロの一番盛り上がるところに入ってたんだ。で、なんかこう、それもね、この人みたいにホームランが全部っていうよりも、前の海がたたって入るだけなんだ。だから、なんとか我慢すれば、見れんだ、それで。見れるし、頑張れんだけど、ちょっとサブリミナルに入ってんだ。なんかこう、どんどん前の海の、そのシーンが、頭の中に奥深くに焼き付いてるような気がして、最終的には捨てたな。あと、その時の付帯条件、付帯した細かい風景として、僕の記憶の扉が開いたのは、そのビデオを、知り合いに、こう、知り合いにっていうか、まあ、当時付き合ってたお嬢さんに、短時間付き合ったお嬢さんに、知られるのが嫌で、プリントごっこの説明ビデオに入れてたんだ、俺。それがすごい思い出すな、なんか、プリントごっこの PG10 とかって書いてある、取り扱い方とか上手な、そのプリントごっこの説明の仕方、やり方みたいなやつを、その、に、色ビデオ、短い色ビデオだったから入れてもらったうちの、一箇所にだけ一瞬前の海が飛んでんだ。で、しかも、最後、全部終わるとね、楽しい年賀状って言うんだ。その最後のところに残ったところで、あのビデオ今見たいな、落ち着いて見たいな、すごくな。なんて女優さんだったか、すごい綺麗な女優さんだったことすっげえ覚えてんだけどな。いい扉を開けていただきました。それじゃあ、あとコマーシャル何本あるんだっけ。結構あるんだよね、コマーシャルね。ほんじゃですね、もう一個ぐらい行きましょうかね。結構長いんですけどね、これ好きなんだな、匿名特住所ベイスターズファンさん。僕の家は玄関に入ってすぐに左がトイレ、右が居間を通った先に階段で、上がって2階に僕の部屋という作りなので、色本を買って帰宅すると、一旦トイレに潜伏して、家族の出方を伺うのが僕のお決まりの戦略でした。ある日のこと、懐が温かかった僕は、塾の帰り道に自動販売機で少し値段の高い色本を買い、家へと帰宅しました。まずトイレに入り聞き耳を立てていると、母と珍しく早く帰っていた父が口論している様子でした。これはすぐには動けないなと思った僕は、買ってきたばかりの色本をちょいとばかり見てみたくなり、ビニールのパッケージを開けると、期待していた通りのお姉さんのフォトフォトフォト、これは良いものを買ったと興奮していると、ふん、本から何かが落ちました。それは女性の下着でした。表紙をよく見るとパンプレ付きと書いてありました。僕は単なる色本だと思っていたのですが、パンプレ、パンテイプレゼントとのことで、付録にショッキングピンクの数形数形パンテイが付いていたのです。僕はなぜかその思いがけないプレゼントをその場で履いてみることにしました。今思えばお楽しみは2階に上がってからなのだから、そこで履く必然性などは何もないのですが、初めてのスーケスケに舞い上がっていたのでしょう。履いていた自分のパンツを塾のカバンに入れ、スーケスケを履きました。不思議な履き心地でした。しばしうっとりしていると、父と母の口論も終わっているようでした。
僕はそのまま上からズボンを履き、色本もカバンの中に入れるとトイレを出て、居間をすり抜けようとしました。すると母親が、お父さん久しぶりに早く帰ってきたんだから、珍しく家族3人でご飯食べようって私が言ったのに、腹が減ったから先に食べる食べるって言って聞かないのよ、と言いました。僕の父は泊まりがけの仕事や残業が多く、めったに家族でご飯を食べる機会がないのです。間髪入れずに父親が、いいだろうもう、結局みんなでこうやって食うことになったんだから、と切れ気味に言いました。そして階段の前の椅子にドカッと腰をかけました。困ったことになりました。僕の家は狭いので、父親がその席に座ると階段にたどり着くことができません。僕軍の進行ルートが塞がれてしまったのです。しかもお袋がぐつぐつ煮えた鍋を持ってきて、冷めないうちに食べましょうと言うや否や、父親が箸を持ちました。2階に塾のカバンを置いてくるとも言えなくなった僕は、そのまま家族と飯を食うことにしました。そこでごたごたやるよりも、さっさと飯を済ませて上がった方が得策と判断したからです。同じテーブルを囲む我が子がショッキングピンクのスケスケパンティーを履いているとも知らず、ここぞとばかりに家族の団らんを満喫しようとする父は、家族はいいよなとか言ってます。無視して飯をかっこんでいると、再び夫婦の雰囲気が悪くなってきました。きっかけが何だったのかは忘れましたが、父親が家族のためにやってんだろうみたいことを言って椅子から立ち上がり、その拍子にカセットコンロの上の鍋がひっくり返りました。避ける間もなく煮えたげる鍋が僕の下半身にかかりました。仰天して悲鳴を上げる母、大丈夫かという父、早くズボンを脱いで冷やしなさいと母。そんなに熱くない。そんなに熱くないと僕、今の今まで3人でつついていた鍋なのだから、その温度はみんなが知っています。熱々です。母親の脱ぎなさいに何度か熱くないと答えるうちに、のっぴきならない状況に追い詰められた僕は、こんな家庭はうんざりだと叫び、父親を椅子から突き飛ばして2階に上がり、ドアを閉め、とどめに下に向かって一人にしてくれと叫んでから、ズボンを脱いでスケパン一丁で転げ回りました。幸い大事には至りませんでしたが、それでも真っ赤になっていたので、夜中になってから1階の風呂場に冷やしに行こうと部屋を出ると、階段のところに手紙が置いてありました。お前の気持ちも知らずにすまん父、と書いてありました。あれから随分経ちましたが、この話は夫婦の絆を修復した子供からの SOS みたいな味付けをされ、親戚が集まった席などで披露されています。スケパンはすぐに捨てました。どうでいいよね、すごいいいよね。あのなんかね、スケパンがついてまでね、またね、あるんですよね、たまにね、そういうプレゼント付きのやつあるんですよね。で、トイレで暇だったんでしょうね。で、しかもパンツを下ろしてますから、履き替えが楽じゃないですか。それで履いちゃったんでしょうね。それでこんなことになっちゃったんでしょうね。それが、まさかなんだよね。なんかね、いいもん。また僕もね、前にも話したことありませんけど、あるかもしれませんけど、エロカセット付きのビニール本を買って、エロカセットだと思って開けた箱が、小箱が、中がパン、定位で、それで、その時僕は割と、なんかエロカセットを熱心に聞いてる時点で、かなりの、変態度は上がってるにもかかわらず、下着にだけ手つけたら、それは本当の変態だっていう変な意識があったんですよ。ね、どっちかっていうとね、今思うとね、俺ね、色カセット、また一個もすっげえよ。今、次々と箱開いたよ。色カセット。色カセットを。
要するに色声がずっと入ってるわけですよ。色ボイスがいっぱい入ってる声なんですよ。ウフンアハンですよね、いわゆるね。ウフンアハンがいっぱい入ってるやつなんですけど、僕もうそれを聞くのが好きで、でもそれを聞いてるおかげで今もラジオパーソナリティになったと思ってるんですけど、その、ウフンアハンのテープもすっごい気に入るとずっと聞いてるから、昔のテープでしかもさ、安いテープで作ってるから、メタルテープとか使ってないから、すぐ伸びちゃうのね。で、だんだん声が、ウフンアハン、なってくるのね、なんかね。あー、泣いてってなってくるんだけど、なんか、一日、こう、一日聞いてると、あんまさ、毎日聞くから俺、これ毎日聞くから、UFO人で毎日聞くから、どんどんこう、昨日より今日より明日、ババ翔平っぽくなってんだけど、毎日のことでよくわかんないっていうか慣れてんじゃんか。ほんで、ある日なんか、家族と、親戚と一緒に海かなんか行った時に、3日か4日聞かないで、よしと思って聞いたら、はっ、ババだってことに気づいて、俺先週もこのババで全然大丈夫だったのかってことにショックを受けたりしてたわけなんですから、なになに、ババでいけてる段階で相当な、ド変態なんですよ、すでに。MD は羨ましいな。ド変態なんですけど、そのパンテイをも持ったド変態っていうことになってたんで、僕の中で、旅だったんですよ。うん、パンテを捨てに行く旅っていうのに出たんですよ。で、もう夜中の3時ぐらいに家を出て、家のそばで捨てようと思ったら、待てよ、家のそばで捨ててるとこ誰かに見られたらたまんねえと思って、少しこう遠くに行こうと思ったら、なんかこう酔っ払いとすれ違ったりしてるうちに、気がついたら僕、荒川ってとこに住んでるんですけど、東京の埼玉県の大宮っていうところに着いてて、それでもうどこで捨てていいかわかんなくなっちゃって、そしたら向こうの方からゴミの処理のトラックがこう、もう朝だからこうやって向こうから来て、なんかそしたらもう、俺ここで捨てなきゃ家に一生帰れないと思って、そのゴミトラックが寸前のゴミ置き場みたいにバーン捨てて、ゴミトラックにそれが入るのを見届けてから、よしって思ったっていうぐらい、パーンって、ね、厚鍋事件、うん、プロジェクト X にしたいもん、なんか。狭い家だった、だよね。ね、猛烈サラリーマンの父みたいなやつだよね、絶対ね。最後、ヘッドライト、テールライトがかかってきたところで、パンティーは捨てた、みたいなやつが出てくる感じですよね。今を突破せよとか出るんだよね、なんかね。立ち塞がる壁。ねえ。次々と行きたいと思います。これも俺開いたんだよな。頭の中でバカ開いたんだよな。初投稿神奈川県川崎市ペンネーム親父ジョーカー。中学校1年生の頃の話です。僕の家には父の仕事の関係で、クラスのみんなの家にパソコンなどない時代からコンピューターがありました。たまに父の部屋に行って、倉庫版のような単純なゲームを一緒にやったりしていました。そのうち一人で勝手に父の部屋でゲームをするようになり、父のいない時間に友達を呼んで親友4人とゲーム大会をするのが僕たちのいつものパターンとなりました。そんなある日のこと、パソコンの近くにある引き出しを開けると、ラベルの貼っていないフロッピーディスクを発見しました。何の気なしにディスクを入れてみると、それはレイコとジャンケンというゲームでした。これが僕の初めてやったエロゲームでした。ゲームの内容は、レイコちゃんとジャンケンをして勝つと、今思うとえらく雑なイラストのレイコちゃんが服を一枚ずつ脱いでいくという単純極まりないゲームでしたが、一度負けると即ゲームオーバーで最初からやり直し、しかもアイコでもゲームオーバーという超シビアなゲームでした。エロに飢えていた僕たちはこのゲームを発見して以来、父のいる日曜日以外は毎日レイコちゃんと戦いました。が、最後まで行くどころか、ふざけんなというぐらい重ね着をしたレイコちゃんの下着姿すら拝めない状況が続きました。そんなある日のこと、きっと僕たちの努力をどこかで神様が見ていてくれたのでしょう。じゃんけんの出す手出す手が玲子ちゃんを任していきます。気づけば今まで見たことのない玲子ちゃんの下着姿、次はいよいよブラジャーを外す、5人で真剣に話し合いました。向こうはグーグーグーって出してるから、もう一回グー出す、そんなことはない、次こそ外してくる。
10分ほど話した結果、レイコちゃんはもう一回グーを押してくるということで話はまとまり、パーのボタンを押しました。レイコちゃんはグー、初めて見るおっぱいにみんな大興奮。つっても当時のパソコンですから、もうどうでもいい便所の落書きみたいなやつですよ、おそらく。そして話題は、女の子のパンツの中ってどうなってるのかな。パンツ一丁の玲子ちゃんを前に、さっきよりも熱い討論が始まりました。今度の討論は30分はありました。4人の中のリーダー格であった S が、このパターンは玲子ちゃんはグーを続けると見せかけてチョキと来ると思いきやパーレイコってそういう女だろ。確かにレイコはそういうところがある子だ。一度うなずいてチョキのボタンを押しましたと見せかけて、僕は興奮のあまりにボタンを押し間違えてしまったんです。僕らの手はグー、そしてレイコちゃんはパー。みんなで決めた通りチョキを出していれば勝っていたのに負けました。すっぱだかのレイコちゃんを拝めるはずが、負けです、ゲームオーバーです。しばらく沈黙が続いた後、 S がなんだかわからない規制を上げました。なあ、もうなんかもうわーってなっちゃったんだろうね。それから先は僕に対する球団の嵐でした。最初はバカとかドジとか勝手な行動をするなだったのに、次第にゲームがあるからお前に来てるだけだと言われ、僕は泣きながら帰れと叫んで4人を追い出してしまいました。以来学校で4人から無視される日々が続きました。僕もあんな奴らとは話す気もありません。家に帰れば玲子ちゃんもいるし。それ以来一人でゲームをし続け、1週間ほど経った頃、再びじゃんけんの神が舞い降りました。そして玲子ちゃんが今パンツ一丁なのです。僕はしばらく考えてパーを出すことにしました。その時頭の中で S の言葉がよぎりました。レイコちゃんはグーを続けると見せかけてチョキと来ると思いきやパー。レイコはそういう女だ。レイコはそういう女だ。レイコはそういう女だ。僕はさらに10分考えて結論を出しました。S に電話をかけて今の状況を話す僕。レイコがパンイチだ。俺一人じゃ決められない。助けてくれ。分かった、すぐ行く。5分後4人が集合しました。こっから感動的になってきますよ。これドアを開けるなり S が開口一番、みんなも呼んできた。それからこの間はすまなかった。僕は涙が出そうだった。みんなで激論を交わしたが、最初から僕の結論は決まっていた。僕らの出す手は1週間前に出せなかったチョキだ。今度こそ間違いのないように何度も確認してからチョキのボタンを押した。レイコはパーだった。みんなで雄たけびをあげました。抱き合いました。その後レイコちゃんの画面を見ると、パンツの下にはハートマークが書かれていて、ハートには何のひねりもない半角カタカナで内緒と書いてありました。ふざけんなレイコ、インチキじゃねえか、クソ女。なるほど。レイコに対するバリ雑言で延々と盛り上がりました。あれから早くも20年、4人とは未だに仲良くやっています。レイコにはあれ以来会っていませんが、もうね、青春デンデケデケデケクラスの
青春ですよね。これもね、絶対ね、俺が読むんじゃなくて、田口智朗が読まなきゃダメですよね、これね。レイコは、パー。この時点で音楽全然変わるもんね。あの多分前までの音楽のすげえ緊張ある音楽が全部止まってボタンを押した。で、消えて、エコー深くかかりの、レイコは、パー。これで音楽ドカー上がってきて、で最後のところで今30代後半中盤ぐらいかな推測するに俺と多分そんな年変わんないただフロッピーディスクがあるから俺よりちょっと後かな、まあ俺とそんな変わらない30歳ぐらいのヘッドライトが始まったところでその30歳ぐらいになってる4人がスタジオ来てっかんね絶対ねねえでいておそらくあのなんだっけゼンバさんだっけあの女の人とかがスタジオで、これがその時の霊子なんですけれどもってフロッピーディスクとか出すよね絶対出すさこれもう一枚いけっかなスペシャルだからな行きますかもう一枚行きましょう結構みんな一個一個なくていいんですよね東京都中野区ペンネームコラーゲンのみすけの頃の僕の密かな楽しみは時たま実家の郵便受けに入っているエロビデオ通販のチラシでした写真もイラストも入っていない単なる一覧表でしたが無修正とか淫乱とかレズビアンという文字を見ては毎晩興奮していましたしかしいつまでも文字で興奮はできませんここにある住所に申し込めば憧れの色ビデオが手に入るこんな夢が頭の中で日増しに大きくなっていきましたそんなある日のこと担任の夢は夢のままでは叶わないんだよ夢を目標に変えて勉強していけば今度目標は現実に変わるんだという話を聞いて僕は決心しました通販の医療ビデオを注文するその日から僕はどうやったら実家にバレずに通販の医療ビデオを手に入れられるかばかりを考えていましたそしてついにグッドアイディアを思いつきました祖父の家の住所で注文すればいい80代後半の祖父は親戚間では結構な厄介者で家から30分ぐらいのアパートで一人暮らしをしているのです僕はおじいちゃんの家まで自転車で行き、祖父に言いました通販で買った勉強で使うものがおじいちゃんの家に届くけど受け取ってほしいそれから受け取っても絶対に開けないようにさらにこのことは絶対に秘密と何度も言い聞かせ代金引き換え用に1万円を渡しましたそれから毎日のように祖父宅に通う日々が続きましたその間祖父から小麦の先物取引で400万円損した話とか愛人がおばあちゃんを軽く刺した話などを聞きましたそして1週間後祖父宅に行き米軍のジープの部品の盗み方の話を聞いているとその途中でそういえばお前宛ての荷物が届いていたというではありませんか僕は荷物を受け取るとクライマックスに達していたジープ泥棒の話をぶっつり断ち切りなんで早く言わねえんだと家に帰りました家で見た色ビデオはそれはそれは素晴らしいものでした僕はこの方式でお金が貯まるためにビデオを買いました何度もやっているうちに荷物が届く頃合いもわかるようになり祖父宅に入り浸る時間は少なくはなりましたが結構な頻度で出かけましたそれから安い色ビデオ通販を見つけ最初は1本1万円だったビデオが5本1万円とか10本だとさらに2本分サービスの店を見つけたこととバイトを始めたことで1回に買う量も増えていきました最初の購入から2年頃ほど経ったある日大量注文したビデオを受け取りに祖父宅に行くと祖父が床に寝転んでぐったりしていましたこれはやばいと思い実家の母に連絡し祖父は救急車で運ばれそのまま入院してしまい10日ぐらいで召されてしまいました病院の先生からあの時君が発見していなかったらそのまま孤独死していたかもしれないのだからこうして家族に囲まれて往生できてよかったみたいなことを言われたのをよく覚えていますそしてここで CM です。そしてアパートの引き上げと遺品の整理、郵便ポストから僕がすっかり忘れていたものが出てきました。大量の宅配便の不在票、それを取りに行ったのは母親が金を払い引き取られてきた荷物は親戚一同の前で開封、出てきたのは大量の色ビデオ。みんな口々に最後までどうしようもない人だったと言い合う中、僕は自分のせいで
祖父がひどいことを言われているのと自分がどうしようもない人だと言われているような気がしてきたのとでポロ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 泣き出してしまいました。ものすごくへこんでしまい、この2年間に聞いた数々の事件に関する祖父なりの言い分をみんなにまくし立てていたら、母親があんたはおじいちゃんに懐いてたからねと言いました。ジープの話聞きたかったな。あの、来週もう一本読みます。あの、もし、あの、扉が開いた人はまた送ってください。東京都、東京都以降絶対特住所、ペンネーム、タイムマシンさんからの作品を読ませていただきます。東京の人には、なかなか信じてもらえないのですが、僕が高校卒業まで暮らしていた某県には、風俗店街がない代わりに、風俗島があります。海岸からモーターボートで5分ぐらいかけて行く関西方面のその道の通には有名な風俗店で埋め尽くされた島のことです。僕がこの島の存在を知ったのは中学校1年生の時で、親友の B がまた聞きのまた聞きぐらいの伝説として教えてくれました。それ以来僕の頭の中はこのエロでいっぱいのドリームアイランドのことでいっぱいになってしまい、秘密のノートに想像図を書いて B と一緒に見せ合ったり、それに過失修正をしてバージョンアップしたりする毎日でした。実物こそ残っていませんが、薄ピンク色のおっぱいの形の島の港にずらっと裸の女の人が立っている絵を覚えています。 B と一緒に島が見えるとこまで出かけ、あの島の法律では女の人は1日10人の男とやらないといけないことになっているとか、若い僕らが行くとおちんちんの取り合いになるとか、もはや風俗島を想像するというより童貞中学生2人の溢れ出す妄想の言い合いをしながら日が暮れるまで海を見て興奮して話をしました。時は流れて高校2年の夏休みの終わり、さすがにその頃は中学生時代の妄想地図は消えていましたが、派手なソープランドが所狭しと立ち並ぶエロディズニーランドシーぐらいのことは思っていたと思います。そして二人とも市場で働いたバイト代5万円ずつを持っていました。僕らは決心したのです。あの島で童貞を捨てよう。しかし困ったことが一つありました。島に渡るにはモーターボートに乗らなくてはいけません。それ目当ての客用のモーターボート乗り場はあるのですが、百戦錬磨のエロ親父たちに混じって乗り込む勇気がありません。考え抜いた結果、 B が言った。ゴムボートで渡ろう。B の家には4人乗りのゴムボートがあったのです。島は湾内にあり、そう遠くはありません。何より僕らには溢れんばかりのエロパワーがありました。結婚日の夜、 B の家の物置から4人乗りのゴムボートを持ち出し海へと出かけました。僕は高校生なことがバレないように兄の背広を着ていました。B はワイシャツとスラックスでしたが、坊主頭を隠すためにものすごく不自然なベレー帽みたいのをかぶっていました。これならどう見ても大人だと言い合いました。海岸でゴムボートを膨らます段になって簡易ポンプみたいのを忘れたことに気づきましたが、ボートは僕らの夢でパンパンに膨らみました。そして出航、オールを使い無我夢中で漕ぎました。僕らの乗っている船は B の親父がディスカウントショップで買ったチャチなゴムボートにあらず、コロンブスのサンタマリア号でした。2人とも無言で漕ぎました。体育会系とはほど遠い僕たちがあれほどの力を発揮できたのは全てエロのためだと言えます。島まで5分の3ほど来たところでしょうか、僕らは嫌がおうにも気づかされてしまいました。僕らの船が単なるゴムボートなことを、書いても書いても船が進みません。ちっちゃなオールが僕らのエロパワーに耐えられずヘコヘコになってしまったのです。暗い海の上で僕らはただ漂うばかり、エロパワーは完全にガス欠。
向こうの島の明かりを見ながら、黄金の国ジパングなど夢の夢と思っていると B が言いました。泳ごう。泳ごう。もう半分以上来ているんだ。次の瞬間、僕ら二人は海に飛び込んでいました。ゴムボートの端に捕まりバタ足。再びエロパワーを得た船はオールの時よりも早く進み始めました。どれぐらい経ったでしょうか。島に到着。海岸にびしょ濡れの高校生が二人立ち尽くしていました。僕の目に映ったのはひどく古臭い下世話な街並み。赤に黄色い文字で女性記名称が書いてあるネオン。船で着いた親父たちに群がる厚化粧のおばさん。呼び込みの親父のダミ声。数年間の想像とは全く違う島の景色に唖然としていると、上半身裸で首から手ぬぐいを下げたじいさんと派手な化粧をしたおばさん二人がやってきて言いました。僕何してるの。僕が声を出せずにいるとじいさんが方言丸出しで言いました。小僧、泳いでやりに来たのか。みんな大笑いしていました。立て続けにもう一人のおばさんが、僕ちゃんだったらおばさんがうんとサービスしてあげるよと言ってまたゲタゲタ笑いました。たまりかねた B が言いました。ボートで遊んでいたら流された。じいさんたちは嘘こけとか照れんなとか林立てましたが、 B はそれを打ち消すように流された流されたを連発。何にも言えないでいる僕をよそに、じいさんに案内されてモーターのボート乗り場に行き、僕らは帰ることになりました。帰りは海岸まで 3,4 分でした。モーターボート乗り場から降りるときに誰かに見られたらたまらないと走って家まで帰りました。 B の家の前まで来たところで B が言いました。ごめんな、俺怖くて怖くて。それだけ言うと B は家に入ってしまいました。僕は次の日の朝早く B の家に行って言いました。俺たちの大事な童貞をあんな化け物みたいなババアに奪われなくてよかったよ。B は咳を切ったようにベレー帽がどっかに行ってしまった話とか、やっぱり童貞喪失の相手はクラスの C 子だとか、いろんな話をしてくれました。僕はそれからすぐ東京に出てきてしまったので以来あの島には行っていません。この間久しぶりに実家に帰った時に B と話したら、 B はまだ童貞だそうです。僕は東京の風俗店で童貞を捨てたので、そのことを大げさに話すと、今度東京に行った時連れてってくれと言われました。その時の B の目は中学校時代海の向こうの風俗島を見ていたあの時の目でした。あるんだよね風俗島ね。まだね、日本の中にいくつか、ね、各地に。で、要は、なんかこう、法律なのかわからないけど、その県内に作れないからみたいので、あって、で、まあ、これ話すと長くなるんですけど、僕が仕事行った先にあって、それを、前のマネージャーが抜け出して行ったっていう話に、僕がなんで誘わなかったのかっていうことを、腹の底に締めながら、そんな仕事に来て不真面目なことでどうするってことで大喧嘩になった、まあ、ことで有名な島なんかも、なんかこう、湾の中に見えるぐらいの、感じとしてはお台場のあのところから、はい、何、ちょっとした出島みたいの見えるんじゃないですか。だから大きさはもっとでかい。で、割と、知りませんよ、その場所場所のことは知りませんけど、割と昔から、そのところだから、おっさん向けのパワーが炸裂してる島、みたいな。で、こう、だってほら、今時さ、都会出てっちゃうじゃん、みんな。その、エロで稼ごうっていう人も、なんていうのかな、ギラギラ系だよね。
まさに彼らが見たその現実だよね。でもそれを自分で中学校ぐらいの時にあの島はエロで溢れてるっていう情報だけ入ってたとすんじゃん。そらね、海見るってみんな毎日そのチャリで行っては海を見ながらすっげえなーっていう、ガンダーラだっていう、どうしたらいけぜ、ほーりふーでしょ。もうそんなのはもう絶対英語の歌えない時もなんとかでしょ、もうね、なってるわけですよ。どんどん妄想膨らんでったんですよ。で、いいのがね、やっぱね、5分の3まで来てましたよ。漂流ですよ。泳ごうっていう時の感じもすっごいわかりますね、なんかね。泳いで多分ね、それ、これ、僕の知ってる島はね、泳げないことは絶対ないです。全然泳げます、多分。水泳部なら完璧に、1から10まで泳げる距離にありますから、あのね、多分ね、泳いでる、なんかこう頭の中で泳いでるうちにエロがしぼんでったんだろうね、おそらくね。とりあえずね。で、ついてずぶ濡れで立って前に現れたものはガンダーラじゃないんだよね。ね、すべてのものが金で、いや、ピンクでできているって聞いてたんだけれども、その周りの親父の多さみたいことに、なんだろうね、なんかね、自分は風俗行きたいのに、風俗にガッハガに行ってる親父に関しては嫌な感じってすごいあるよね。一緒になったらダメみたいな感じとかありますよね、なんかね。いい童貞衆の詰まった話ですよね。多分ね、そのビークに対してね、東京の風俗はやっぱあの島とは違って島でやんなくてよかったって話をすごいしてると思うんですよ。すっごい綺麗なお姉ちゃんがいて、すっごいことをしてくれるって話してると思うんですよ。ただ東京の風俗でもいろいろあると思うぞっていう、B が心びしょ濡れで立ちすくむこともあるぞっていうことは、わかんなきゃいけないですよね。ゲンジナガサメっていう名前の女を。ね、なんだろうな、がいる店だってあるんだよっていうことね。ナイタイレジャーをよく読めよっていう、そういうところはすごく考えなければいけないですけれども、またね、ちょっとね、いい話をいただいてですね、これも NHK の方に持ってきます。NHK の方に。でも最終的には、もう最後のヘッドライト、テールライトが流れてから、ね、がね、ところで今の自分たちですから、今の自分たちが、こう自分は東京で風俗を、風俗の東京の風俗で童貞を捨てたみたいな。泣くもん。あの時の目だった。で、もう最後こう出てくわけじゃん。で、最終的に何も作ってないっていうこの、また何も、このエロジェクト X は何も作り上げてないんですよ。童貞喪失すらそこでしてないんですけども、熱いもんあるんで。ポロロですね。方ですね。三つのりさんからいただきました。セピアエロです。いつも楽しく番組を聞かせていただいております。先週の放送にて北海道日高町の中学校の話をしておりましたが、その話を聞いていて自分も昔日高町である出来事を経験したのを思い出しました。当時私は北海道東部の東の大学に通っていました。夏休みになり実家の札幌に車で帰ることにしました。帯広を抜けると北海道一厳しい日勝峠を日照峠を、通り抜け、やっと平坦な道になったと安心していました。そこに道路の横には日高町の看板、そして私はどこかドライブインで休んでいこうと考えていました。すぐにちょうどいい場所がありました。ジュースなどの自動販売機がたくさん並び、公衆トイレがある砂利の引いたただっ広い空き地でした。車を止め、コーヒーでも買うかなと車を降りました。自動販売機の前で小銭を出していると、自販機コーナーの端から、すみません、すみませんとささやくような声が聞こえてきます。横を見ると少年が販売機の陰から顔を出して私を呼んでいます。何かと思い販売機コーナーの後ろ側に回りました。そこには中学校 1,2 年生とおぼしき少年4人がいました。すみません、どこの町から来たんですかと一人の少年が訪ねてきました。〇〇市だけど。少年たちはよかったお前でかしたというような顔をして、私に小声で、すいません、お願いしたいことがあるんですけどと言いました。何と答える私、少しもじもじしながら少年の一人がエロ本を買ってきてほしいんですが
と言うではありませんか。確かにそこにある自販機の中にはエロ本やエロビデオが入ったものがありました。少年たちは私にそこでエロ本を買ってきてほしいというのです。そんなの自分たちで好きなの買えばいいじゃんと私が言うと、エロ本を買っているところを町の誰かに見られるとここに住んでいられないのです。学校の先生にも当然怒られるし、親にも迷惑をかけます。受験にも影響するかもしれません。真剣な目をして少年の一人が答えます。まあ自分も中学校の時にはエロ本を買うのは緊張したもんだからな。特にまあ田舎の中学生ならなおさらだろう。私は少年たちの願いを引き入れることにしました。うん、じゃあどの本を買ってきてほしいのと聞くと、少年たちは相談し始めました。時間にして30秒ほどでしょうか。少年たちはこれでもいいですと言いました。いやでもさ、自分たちでお金出すんだから好きなのにしたらいいじゃんと私は言いました。どれでもいいんです。少年たちは少しイラついたように声が大きくなりました。そして千円札を5枚差し出しました。困りました。おそらく少年たちにとっては初めてのエロ本です。期待を裏切るわけにはいきません。自分のセンスが問われることになってしまったのです。自販機の前に行くと20種類ほどのエロ本が並んでいます。私は必死に考えました。まず本物の女性の裸を見たいはずだから漫画はやめだな。 SM も好き嫌いが大きいからな。ロリータものはなしだろう。いやでも好きな同級生はそれぐらいの歳か。いや無難にお姉さんナス。さまざまな考えが頭をよぎります。結局私は若いお姉さんものを選びました。この本でよかった？少年たちに聞くと、ありがとうございます！と少年の一人が急いでカバンに本をしまいました。そして私にお礼の飲み物を渡して、そそくさと自転車に乗り自分の前から立ち去っていきました。あれから十数年経ちます。未だに僕は思います。お姉さんものでよかったのだろうか。あのエロ本はまだ彼らの誰かの手元にあるのでしょうか。そして彼らも今大人になっているんでしょうか。あのね、いい話なんですよね。あのエロ兄貴に、ね、エロ兄貴としての自覚にあふれる瞬間ですよね。僕らは割とこうエロ本が気軽に買えるといや気軽に買えるところにいましたけど、それでもなんかこうね、僕体格が大きかったんで、大きかったのと、兄貴が年が離れた兄貴がいたんですよ。で兄貴がその大学の学生証に写ってる写真っていうのは俺そっくりなんですよ、メガネかけると。でそのメガネをかけてエロ本、エロビデオを借りに行ったりエロ本を買いに行くっていうのが俺の役目だったんだけど、その時のこう仲間内から頼りにされてる感っていうのかな。でいてしかもほら俺が選ぶことになるじゃないですか、それ行った先で。俺が選ぶことになる、そのなんかな、俺がこいつらのエロの育成を担っているんだからっていう感じとかをなんとなく思い出しましたね。で今考えてみれば、あの本屋のババアは誰にでも売ったと、ね、別に俺じゃなくても売ったんだろうけれども、それを気づいてみんなが普通に買いに来るんだった時に、なんかこうね、ほっとしたようなね、あでもまあ、その時僕が考えた言葉、僕はナンバーワンにはなれないけれども、オンリーワンだったはずだと。まあ、プスが言ってると殺したいですね。そんな言葉をですね、思いついたのをですね、いつか歌にしてやろうと思ってますね。